にちは、三輪などです。今日なんですけど、魔法のロールについて解説していきたいと思います。この間はボディフェイントだったり反発ステップっていうのを動画で解説してるので、まだ見てない方はぜひそちらをまず見に行ってください。はい、で魔法のロール、これどういうことかというと、まあロールっていうフットサルでよく使われるこういう転がすことですね。こういうロール、こういうのロールっていうんですけど、よくフットサルでは使われてます。多分僕の視聴者さんはコサルをやってたりだったりとか、サークルだったりとか、まあ競技者の人もそうですけどっていうフットサルを主にやってる方が多いと思うので、フットサル選手全部含めてフットサルをする人たちが使える魔法のロールっていうのを今日紹介します。僕もすごいこれは使ってるんですけど、何かプレーする前にこれを一つ入れるだけで変わりますよっていう、これで抜きに行くというよりはこの技でこれを入れることで相手がずれたりとかタイミングが分からなくなったり、間合いがいい距離になったりしてその後抜きやすくなるっていう技です。どういうのかというと、まず僕が魔法のロール使ってるのがあるので一回見てください。はい、で今見てもらったと思うんですけど、この1、2っていうシンプルに見えるんですけど、これが魔法のロールです。なんで魔法かというと、これだけで相手がすごいずれてるのが分かると思うんですよね。たかがこの1、2の動きだけで相手がすごいずれて、その後にカットインができたりダブルタッチができてると思うんですけど、これが魔法のロールつけました。これは基本的にあんまり使ってる人見たことないんですけど、僕はこれをやった後に何かするっていうのがすごく相手が抜きやすいなっていうのは自分で研究したらそういう結果になったので、すごい使ってるんですけど、まずやり方どうやってるかっていうと、まず右足の動きはボールを後ろ、ここから前に持ってくる、で、今の動きですね、右足はこれ。ここで大事なポイントがあるんですけど、ただ1、2ってやるだけじゃなくて、これだけだと相手の幅っていうのはそんなに変わんないです。なので大事なポイントが軸足です。ボール触ってない方の足、どうするかっていうと下げる、そうで、この瞬間に大きく前にジャンプ、流れでやりますよ。っていうイメージ。これが右足だけの動きだとあまり効果的ではない。この軸足が下がる、この瞬間にしっかりと前にボールを前にロールすると同時に左足も一緒に、今の動きなので、まず1、1、この時体も少し開く、2、自分と一緒に移動、これを連続してやると1、2、これが魔法のロール、パンパンって言っていろんなフェイントができます。で、今皆さんディフェンス目線になってると思うんですけど、基本的にディフェンスはボールを持ってる選手とゴールを結んだ線上にこうやって立ってきます。で、仕掛けに行く時っていうのはもちろんゴールの方に向かってこうやって仕掛けていきますよね。そうと同時にディフェンスも動いていきますよね。こういう風に基本的にこういう動きになっていきます。って時に同じテンポだったり同じ運び方をしちゃうと、ディフェンスのこの軸、この線っていうものは変わっていかない、このままずーっと動いていく感じなので対応されやすい。これを、この角度っていうものをずらしてあげることがまず一つ相手を抜き去る方法で大事なポイント。例えばゴールがここにあります。で、皆さんが見えているその位置がディフェンスの位置、フォークボール、ここにゴールがありますよね。こっからだともう縦いけますね、この角度だっていう風に、この角度が何するにしても大事ってなった時に、この僕とゴールの間にディフェンスがいたとして、運びながら
それを入れることで一気に相手がずれてくる。こういう風に一気に軸がずれますね。この線上から消えていきます。と同時に軸がずれたと同時に中に運べるから入れ違ったり完全に相手を置き去りにできる。縦も一緒、ダブルタッチも一緒。なのでそこを注意してもう一度僕の映像を見てください。はい、というふうにこの魔法のロールっていうのは1、2、これを仕掛けの中に入れることでディフェンスは今まで保ててた間合いだったり距離だったり角度っていうものがずれていきます。ずれればオフェンスにチャンスが生まれる。もちろんずれた時にその反対に行けば抜けるので、相手をこれで抜きに行くわけじゃないんだけど、仕掛ける時にこれを一つ入れるだけで相手がずれるっていうのがこの魔法のロールのポイントです。はい、ということで今日ご紹介させていただいたのが魔法のロールということで、いつもみたいにね相手をこれで抜けますよとかこうやって抜きますよっていうのじゃなくて、これに対して大事なポイント、僕ずっとパーソナルトレーニングだったり僕が指導させてもらってる人たちには言ってるんですけど、一番大事なのは抜く瞬間じゃなくてそれまでの過程、ここでもう 80% 決まってるっていつも言ってます。そこで相手をいかにずらせるかだったり相手との心理に勝てるか、そこがすごい大事になってくるので、ちょっとしたね魔法のロールって言ってますけど、仕掛けるまでの少し工夫っていうものが付け加えられていくと、より相手が抜きやすくなったり、より相手を抜く瞬間に優位な状態に立てる、相手がもうすでにバランスを崩してたりとか心理的に相手がどっちかを狙う状態になってるっていう、相手に何かをさせるってことができるので、ただただ突っ込んで仕掛けていってシザースして抜こうってよりも、これまでのねスキルっていうものを磨けるとより相手を抜けるようになると思うので、まあ、ぜひこの魔法のロール使ってみてください。 YouTube でなくてね、よりこういうスキルの部分だったり技術の部分だったり体を使ってキレを上げたりするっていうのをノートで僕はいろいろ今出していってるので、ぜひ概要欄からそちらもチェックしてみてください。それではこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。